カエルの王様。昔々、誰のどんな望みでも思うように叶った時のことでございます。あるところに一人の王様がありました。その王様には美しいお姫様がたくさんありました。その中でも一番下のお姫様は、それはそれは美しい方で、世の中のことは何でも見て知っていらっしゃる。お日様でさえ毎日照らしてみて、そのたんびにびっくりなさるほどでした。さて、この王様のお城の近くに、こんもり深く茂った森があって、その森の中に、一本ある古い菩提樹の木の下に、きれいな泉がこんこんと吹き出していました。暑い夏の日盛りに、お姫様はよくその森へ出かけて行って、泉のそばに腰を下ろして休みました。そして、退屈すると、金のまりを出して、それを高く投げては、手で受け取ったりして、それを何より面白い遊びにしていました。ある日、お姫様は、この森に来て、いつものように好きなまり投げをして遊んでいるうち、ついまりが手からそれて、落ちて、泉の中へコロコロ転げ込んでしまいました。お姫様はびっくりして、そのまりの行方を眺めていましたが、マリは水の中に沈んだまま、わからなくなってしまいました。泉はとても深くて、覗いても覗いてもそこは見えません。お姫様は悲しくなって泣き出しました。するうちに、だんだん大きな声になって、おんおん泣き続けるうち、自分で自分をどうしていいかわからなくなってしまいました。お姫様がそんな風に泣き悲しんでいますと、どこからか、こう、お姫様に呼びかける声がしました。お姫様、どうなすったの？お姫様、そんなに泣くと、石だっておかわいそうだと泣きますよ。おや？と思って、お姫様は声のする方を見回しました。そこに一匹のカエルがブヨブヨ膨れて、いやらしい頭を水の中から突き出してこちらを見ていました。ああ、水の中のぬるぬるぴっちゃりさん、お前だったの？今何か言ったのは？とお姫様は涙を拭きながら言いました。私の泣いているのはね、金のまりを泉の中に落としてしまったからよ。もう泣かないでいらっしゃい。私がいいようにしてあげますからね。
じゃあ、マリを見つけてくれるっていうの？ええ、見つけてあげましょう。でも、マリを見つけてきてあげたら、何をお礼にくださいますか？かわいいカエルさん。と、お姫様は言いました。お前の欲しいものなら、何でもあげてよ。私の着ている着物でも、光る真珠でも、綺麗な宝石でも、それから、金の冠でも。いいえ、私はそんなものが欲しくはないのです。けれど、もしかあなたが私を可愛がってくだすって、私をいつもお友達にして、あなたのテーブルの脇に座らせてくだすって、あなたの金のお皿から何でも食べて、あなたの小さいお杯でお酒を飲ましていただいて、夜になったらあなたの可愛らしい男のそばで眠ってよいとおっしゃるなら、私は水の中から金のマリを見つけてきてあげましょう。と、カエルは言いました。ええ、いいわ、いいわ。金のマリを取ってきてくれさえすれば、お前の言う通り、何でも約束してあげるわ。と、お姫様は答えました。そう言いながら、心の中では、カエルのくせに、人間の仲間入りしようなんて、本当にずうずうしいおバカさんだわ。と思っていました。カエルは、でも、約束の通り、水の中に潜っていきました。しばらくすると、ちゃんと金のマリを口にくわえて、ぴょこんと浮かび上がってきました。そして、さあ、拾ってきましたよ。そう言って、草の中にマリを置きました。ところが、お姫様は、そのマリをつかむなり、ありがとうとも言わず、飛んで帰っていきました。カエルは、大声を上げて、待ってください。待ってください。と言いました。私も一緒に連れて行って、私はそんなにかけられない。けれど、カエルが、後ろでいくら、ギャー、ギャー、大きな声でわめいたって、何の足しにもなりません。お姫様は、てんで、そんなものは耳にも入らないのか。と、うちの方へ駆け出して行ってしまって、カエルのことなんか、きれいに忘れていました。カエルは、仕方がないので、すごすご、元の泉の中へ潜っていきました。その、あくる日のことでした。お姫様が
王様や残らずのご家来衆と一緒に食事のテーブルに向かって金のお皿でごちそうを食べていますと、外で誰かがぴっちゃりぴっちゃり大理石の階段を上がってくる音がしました。そして上まで上がってしまうと、戸をトントン叩いて、王様のお姫様、一番下のお娘子、どうぞこの戸を開けてくださいという声がしました。お姫様は立ち上がっていって、誰かしら見ようと思って戸を開けますと、そこに昨日のカエルがぺっちゃり座っていました。お姫様はぎょっとしてバタンと戸を閉めるなり、知らん顔で席に戻りました。でも、心配で心配でたまりません。お姫様が胸をドキドキさせているのを、王様はちゃんと見ておいでで、ひいさん、何をビクビクしておいでだい？戸の外に大入道の鬼が来て、お前をさらっていこうとでもしているのかい？と尋ねました。あら、違うの。とお姫様は答えました。入道の鬼なんかじゃないわ。でも気味の悪いカエルが来て、そのカエルがお前にどうしようというのだね。お父様、それはこういうわけなのよ。私昨日いつもの森の泉のところで遊んでいましたらね、金のまりが水の中に転げ落ちました。それで私が泣いているとカエルが出てきてまりを取ってくれましたの。それからカエルがしつっこく頼むのだから、じゃあお友達にしてあげるって。私、カエルに約束してしまいました。まさかカエルが水の中からのこのこやってこようとは思わなかったんですもの。それがあの通りやってきて中へ入れてくれって言うんですもの。その時、また廊下の戸をトントン叩く音がしました。そうして大きな声で呼びました。一番下のお姫様、開けてください、頼みます。冷たい泉の枠そばで、昨日約束したことを、あなたは覚えているでしょう？一番下のお姫様、開けてください。頼みます。すると、
王様は言いました。それはお前がいけないね。一度約束したことは、きっとその通りしなければなりません。さあ、早く行って開けておやり。お姫様はしぶしぶ立って戸を開けました。途端にカエルはぴょこんと飛び込んできて、それからお姫様の後についてひょこひょこ椅子のところまでやってきました。カエルはそこにしゃがみ込んで上を見ながら、私もその椅子にあげてくださいと言いました。お姫様がもじもじしていると、お父様がまたカエルの言う通りにしておやりと言いました。お姫様は仕方なくカエルを椅子に乗せてやりました。するとカエルがまた言いました。どうぞ私をテーブルの上に乗せてください。お姫様がカエルをテーブルに乗せてやると、今度は、さあ、その金のお皿をずっと私の方に寄せてください。そうすると、二人一緒に食べられるから、と言いました。お姫様は、カエルの言う通りしてやりました。本当にカエルがピチャピチャさも美味しそうに舌鼓打って食べているそばで、お姫様は一口一口喉に使えるようでした。カエルは食べるだけ食べるとお腹を前へ突き出して、ああ、お腹が張って眠くなった。お姫様、さあ、私をあなたのお部屋に連れて行ってください。可愛らしいあなたの絹の男の中で、私はゆっくり眠りたい。お姫様は、もう、我慢ができなくなって、しくしく泣き出してしまいました。本当に、ぬるぬる、ぴちゃぴちゃ、触るのも気味の悪いカエルが、お姫様の綺麗な男の中で、眠りたいなんて言うのですもの。お姫様が悲しくなるのも、無理はありません。するとまた王様が、泣くことがあるか。誰でも困っているとき、助けてくれたものに、後で知らん顔するのはいけないことだよ。と言いました。お姫様は、さも気味悪そうに、指の先で、そっと、カエルをつまみ上げて、上のお部屋まで持っていくと、そっと、隅っこに置きました。そうして、自分だけが男に入ってしまいました。ところがカエルは、
早速のこのこ這い出してきて、ああくたびれたくたびれた、早くゆっくり眠りたい、さあそこへあげてください、出ないとお父様に言いつけるから、と言いました。これでお姫様はすっかり腹が立ちました。そこでいきなりカエルをつかみ上げて、ありったけの力でしたたか壁に叩きつけました。さあ、これでたんと楽に眠るがいい。ほんとに嫌なカエルったらないよ。ところでどうでしょう。カエルは床の上に転げた途端、もうカエルではなくなって、世にも美しい優しい目をした王子に変わっていました。さて、この王子がお姫様のお父様のおぼし召しで、お姫様のお友達でも、お婿様であることになりました。その時、王子は改めて自分の身の上の話をして、ある悪い魔法使いの女のために呪われて、醜いカエルの姿に変えられたが、それを泉の中から助け出して、元の人間に返してくれるものは、この王様のお姫様の他になかったと言いました。それで、明日はもう早速二人連れ立って自分の国に帰っていくつもりだ、とも言いました。それで、二人はゆっくり休みました。そして、あくる朝、お日様がニコニコ二人を起こしになる時分、八頭立ての白馬をつけた馬車が入ってきました。どの馬も頭に白いダチョウの羽をかぶって、金の鎖を引きずっていました。馬車の後ろには、若い王様のご家来が、シャンと立っていました。これが、忠義者のハインリヒでありました。忠義者のハインリヒは、鉄のタガを三本も胸に巻きつけていました。それは、ご主君がカエルにされてしまったので、悲しくて、悲しくて、今にも群れが破裂しそうになったので、やっとタガをはめて、押さえていたのです。大切な王様が、元の姿に帰ったので、今日、早速、八頭立ての馬車がお迎えに来たのです。忠義者のハインリヒは、お二人を馬車の中に入れてあげて、自分はまた馬車の上に後ろにちゃんしゃんと立ちながら、ご主君のまた世に出たことを思って、ゾクゾクするほど、嬉しくてなりませんでした。さて、馬車が少し走り出したと思う頃、王様のお耳の後ろで
パチリ、パチリ、何か弾ける音がしました。若い王様はその時、後ろを振り返って言いました。ハインリヒ、馬車が壊れるぞ。いいえ、いいえ、お殿様。あれは馬車ではござんせぬ。拙者の胸にはめたたが、殿様、芸路にならしゃって、ギャーギャー泉で泣かしゃるで、張り裂けそうなこの胸を、無理に抑えたそのたがが、それでも、パッチリ、パッチリ、また二度も弾ける音がしました。若い王様は、そのたんびに馬車が壊れるのではないかと思いました。けれども、それはやはり、ご主君が人間に帰って、楽しい日を送られることになったので、塞がっていたハインリヒの胸が開けたため、胸のたがが破裂して飛び散る音でございました。